新型コロナウイルス感染拡大防止メディカルレポート。感染予防について、手洗いうがいを徹底するとともに、必要に応じて手指の消毒などを行ってください。マスクなどの咳エチケットを徹底するとともに、できるだけ人混みは避けてください。外出中は意識して手で目、鼻、口などに触れないようにしてください。日常生活、学生生活全般について、不要不急の外出を避けてください。電車、バスの乗車時は車内が密室状態となりますので、会話を控えてください。集団での飲食を伴う行動については避けてください。屋内の閉鎖的な空間、カラオケ、ファーストフード、映画館、居酒屋、ライブハウス、スポーツジム、ビュッフェスタイルの飲食などで、人と人が至近距離で一定時間以上交わることによって患者集団、クラスターが発生し、感染拡大を招くと考えられています。感染予防、感染拡大防止を強く自覚し、学外での集会参加は自粛してください。海外はもちろんのこと、国内旅行は自粛してください。判断に迷うケースがある場合は、先生に相談してください。新幹線や長距離バスなど、長時間の閉鎖空間に身を置く場合は、可能な限り混雑領域、車両などを避け、より緊張感を持ってマスク着用、手洗いなどの安全措置を取ってください。熱があるなど体調不良を感じる場合は、決して無理をせず、また説明会、就職試験などの予定がある場合は、必ず先方に連絡を入れ、その指示に従ってください。発熱した場合、風邪の症状、咳、咽頭痛や 37.5 度以上の発熱がある場合は、4日間の登校を禁止します。4日間経過し、解熱および症状の消失があった場合には、登校の可否について必ず先生と相談してください。4日目までに解熱しない、また強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある場合は、居住地の帰国者接触者相談センターに相談してください。新型コロナウイルスに関して気になることがあれば、予防・健康不安に関すること、気になる症状があること、授業に関すること、学生生活やその他気になることがあれば、先生や学校スタッフにいつでも気軽にお問い合わせください。気になる症状があり受診したい場合は、事前に医療機関への電話相談か、迷った場合はシャープ7119救急安心センターに相談できます。厚生労働省の相談窓口の電話番号はフリーダイヤル 0120-565653 へ。若い方々の活動はクラスターを作りやすいと言われています。皆さんの命を守るだけではなく、周りにいらっしゃる方への感染拡大を防がなければなりません。登下校、特に下校後の活動には十分注意し、不要不急の外出は避け、一人一人が自覚を持って行動してください。